来季にかける期待の豪腕、福岡ソフトバンクホークス田中正義投手の自主トレ。12月某日、ある選手のもとへ向かいました。じゃあよろしくお願いします。じゃあこの方の球を受けます。嘘でしょ。本当です。本当に取っていただきます。ホークス球団の候補様を通して西田さん、よく取りました。西田さん、はい、はい。オフシーズン、田中投手が外苑前野球ジムで投げ込みたいということでお手伝いさせていただきました。ソフトバンクの選手、我々いろいろ縁あるじゃないですか、はい、あの話聞く限りでは田中正義ほどあっさり155投げるやつはいないでしょうね。ブルキャの方にも聞いたら、うん、高め吹き上がります。あんま聞いたことない表現をされてました。吹き上がるの鍋ぐらいしかないからね。いつも自主トレって どういう風にこうプログラム組んでってる。トレーニングメニューはもうトレーナーさんにお任せして、うん、あ、なるほど。投げるのは、まあ、この時期ぐらいからちょっと投げ始める。あ、こういうところできたのありがたいです。お願いします。今年自己最多18試合に登板、防御率 2.16、 藤本新監督も大きな期待を寄せている田中正義投手の立ち投げです。体大きいな、やっぱり腕が天井つきそうだもんな、ちょっとな。つきそう。はあ、今年はもう全く体の怪我とか不安はなく。そうですね、今も健康で、うん、特に怪我もあったからそれが一番だよね。軽く投げてんだけど、指先がピチッピチッ。うー、ナイスボール。おー、ナイスボール。うん、ナイスボール。よ、おナイスキャッチ。はあ、
はあ。この時期の自主トレっていうのはもう本当体を動かしながらなまらないようにみたいな、だんだん上げていければいいかなって思って、なんかそのなんですか、今はなまらないようにの時期は終わって、多分ここからちょっと上げていく感じです。ありがとうございます。田中正義投手、来季も期待して応援しております。いいオフを過ごしてくださいませ。ちなみに外苑前ジムで投げ込みたいピッチャーの方、プロアマ問わず受けさせていただきますので、声かけてください。